先週、厚生労働省が会話がほとんど行われない場合はマスク着用は必要ないとの見解を示し、2年以上続いたマスク生活に出口が見え始めました。長く続くマスク生活は私たちの心理状態を少しずつ変えてきたとの指摘もあります。そこで今日の長江の疑問、マスクが私たちに与える心理的影響は。私はマスク生活に慣れたことで感染対策という意味合いだけではなくて安心感を感じるようになったんですが、お二人はいかがですか？安心感？顔が見えないとか、はい、そうです。あ、全然ないですか？私はちょっと煩わしくて取っちゃいたい。どっちかというと暑いので取ろうかなっていう方が多いかもしれないですね。そっちタイプなんですね。はい、私はもうねちょっと恥ずかしくなってしまうようになったんですけれども、人間の心理などに詳しい名古屋大学の河合信幸教授によりますと、マスクが心理的に与える影響は大きいと言うんです。例えば2年以上マスク生活が続いたことでマスクをしていない顔の自分に自信がなくなってしまう。傾向としては美容や化粧の習慣がある人に多いということで、まさに私はこのタイプに当てはまるんだなと思いました。ただ心理学的にはですね、外せる状況の時はマスクはズバリ外した方がいいそうです。なぜならこのマスク社会が続くのは子どもにとっても大人にとっても心理学的には懸念すべきことがあるんだそうです。まずは子どもの場合から見ていきましょう。こちらです。不安を感じやすくなる。お子さんというのは笑顔を見ることで肯定されていると安心するんだそうですが、口元が隠れているとその笑顔が見えないので大丈夫かなと不安を感じやすくなってしまうんだそうです。さらにマスクにより顔の半分が隠れていることで微妙な表情を読み取るのが難しくなっていることから、他人の気持ちを読み取るのが苦手になるということも危惧されています。そして大人の場合、実は私たち大人も長く続くマスク生活に潜在的にストレスを感じているそうです。というのもお面をかぶった人に毎日囲まれていると想像してみてください。どうですか？何考えてるか分かんないなとか、誰だろうこの人とか、そうちょっとね表情のね移り変わりも見えないから不安は感じるかもしれないですね。怖いですよね。でも今のマスク社会というのは顔の半分が隠れている人たちに毎日囲まれているということで、お面をかぶっている人たちに囲まれているのにかなり近い状況なんだそうです。このね、マスク社会というのはそれだけのストレスを私たちに与えているということなんですが、マスクだけではなくてこのコロナ禍というのはそもそも、外に出て行きにくいですとか、アクティビティが制限されるですとか、もうこう我慢が強いられることが多かったですよね。こうしたことから特に高齢者や一人暮らしの人というのはこのマスク社会におけるストレスに加えて孤独感も感じやすくなっているそうなんです。このマスク社会のストレスを解消するためには私たちマスクをね、外すというのが心理学的にはいいという話だったんですが、実は孤独感についての解決方法についても伺いました。それはなんとテレビだったんです。私が言ってるとなんかちょっとうさんくさいように思うかもしれないんですが、ちゃんと河合教授に聞きました。なぜかと言いますと、一人でこう食事をする場合にテレビを見ながら食事をする、こうテレビを見ながらというのはテレビから人の声が聞こえてくるということですね。人の声を聞きながら食事をすることで孤独を癒すことができるという研究結果がしっかり出ているそうなんです。私たちのこの番組も少しでもお役に立てていたら嬉しいなとは思いますけれども、ラジオなどでも同じ原理で効果が、孤独感を癒す効果が期待できるということです。出口が見え始めたとはいえ、まだマスク生活も続きそうです。意識的に人と話す、人の声を聞くことを大切にしていきたいですね。ここまで長江の疑問でした。